無駄な月額料金を安くして浮いたお金でアイスを食べよう。ベイの Wi-Fi 情報局。はい、こんにちは、ベイです。時計の針が20時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？ Wi-Fi ニュースの時間です。昨今ではもはや水道、電気、ガスに次ぐ重要なライフラインとなったインターネット回線。この動画ではご視聴いただいた方の通信回線構築レベルを高め、皆さんの月額料金が安くなる手助けになるように、本日も情報を連携いたします。今回はカレンダーワールド新プランについてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。時は2020年、無制限使い放題と歌い、人々に無限のデータを提供すると言っていた会社が多くあった。世はまさに大無制限使い放題時代。そして月日が流れた2021年現在、今無制限使い放題と歌っていた37社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態の Wi-Fi 業界。時代は月日 100GB などの容量明記プランへと移り変わったのであった。今回はプリペイド SIM の印象が強い、あの会社から新プランが登場。ということで本日のラインナップはこちら。1、情報提供者ご紹介。2、カレンダーワールド新プラン。3、まとめ。4、Twitter& ごちゃん&YouTube情報まとめ。それでは行ってみましょう。1、情報提供者ご紹介。以前アップした動画のコメント欄にてミミさんから情報をいただきました。情報提供ありがとうございます。コメントドン。プリペイドSIMでおなじみのカレンダーワールドがクラウドSIMの販売を始めていますよ。ルーターを購入して契約期間の通信をセットにしたものなので、レンタルではないですとのこと。カレンダーワールドといえば、去年の2020年の9月に一回調べて動画にしましたね。Wi-Fi ニュース、カレンダーSIM公式ランキングを考察ってやつ。まあ、興味があったら見てみてください。再度見ていきましょう。2、カレンダーワールド新プラン。カレンダーワールドの公式ページダウン。スマート、シンプル、スピーディー。場所も時間も選ばない。新しい形のコミュニケーション。とのこと。外人でモノクロでかっこいい感じですね。フリー素材かな。噂のクラウドSIMはどこでしょうかね。お知らせを見てみましょう。ドン。お知らせ。2021年2月1日、クラウド Wi-Fi ルーターサービスのご提供開始のお知らせ。これですね。クリック。この度、弊社では、クラウドサーバーを利用した通信サービスのご提供を開始いたしました。弊社ならではのプリペイド通信プランでのご提供となります。もちろん、価格につきましても、他社には負けない、特別価格にて、お客様へご提供させていただきます。グローカルミーの最上位モデル。G4 Pro とクラウド通信サービスをセットにした商品となります。詳細については下記 URL からご確認ください。とのこと。プリペイドSIMの印象が強かったカレンダーワールドから満を持してクラウド Wi-Fi の提供ですね。URL クリック。クラウド Wi-Fi ルーター通信セットプラン。容量は50、80、100GB の3種類があって、それぞれ半年と1年の2種類。なので、全6プランということですね。じゃあ 100GB の半年プラン見ていきましょう。ドン。グローカルミー G4 Pro モバイル Wi-Fi ルーター、月 100GB 6ヶ月プリペイド通信サービスセット。所定容量超過後は当月末日まで、末日まで 128kbps の低速通信はご利用可能とのことですね。気になる価格をアップにドン。セットプラン詳細について、新規端末ご購入特別プラン価格。うんにゃらかにゃらとのこと。100GB で月額2850円は相当優秀ですね。頂点を狙えるレベル。端末代も込み込みで合わせると、33,900 円割る6ヶ月で月額5650円。この端末の相場は把握していませんが、16,800 円はちょい高いくらいなのかな。まあそこまであからさまなぼったくりではないのかな？割とありなのかな？これ半年経った後延長でできるのかな？と思ったら、ああ、ちゃんとありますね。ドン。当店販売端末限定。G4 Pro。月 100GB プラン。専用。延長申し込み。ちなみに他にも 50GB、80GB 用の延長もちゃんとありますね。料金アップドン。月あたりの通信量について。とのこと。3ヶ月は2800円。6ヶ月だと2750円。1年だと2700円って感じですね。月額。期間が長いですが、なかなかの安さですね。縛りがあろうと3000円は切らないのが最近の 100GB の相場ですからね。安い。ちなみに最初から 100GB1 年のプランの方は月額2700円なので延長でも変わりませんね。まあ、逆に半年の方はなんか延長の方が安いんだね。3、まとめ。ということで、カレンダー Wi-Fi の新プランのクラウド Wi-Fi でした。
過去のプリペイドSIMは個人的にはぶっちゃけ全然魅力的じゃなくて、次のデータ容量が少ないかつデータ容量を把握している上級者用なのか何なのか、誰がこれ使うのかなって感じだったんですが、データ容量を把握してるのは上級者だし、データ容量が月少ないっていうのはね、上級者じゃない感じだしね、ちょっと難しいよね。今回の新プランもどうせそんなに別にねって気持ちで見に来たんですが、これは選択肢に入れてもいいかもしれないクオリティかもしれない。特筆すべきポイントは月額料金の安さですよね。縛りはあれどトップクラスですね。あとは端末が大丈夫かなーっていう点と、クラウドSIMって点ですかね。まあ総合すると価値観が合う人には悪くない選択肢かな。ユーザーいるのかな。次のコーナー行ってみましょう。4、 Twitter& ごちゃん &YouTube 情報まとめ。真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいらしいのでお気をつけよう。カレンダーワールド情報を拾いましょう。それでは行ってみましょう。まずは Twitter ダウン。 Twitter1 位、カレンダーワールドの1年月100キロバイトのSIMがついに使えなくなってた。ツイッターに au をポポにするか UQ にするか、フォーマをしばらくそのままにするか、アハモにするか、 IIJMIO にどうするか、 LINE モバイルをどうするか、楽天モバイルは4月で無料終わりだけどそのまま保持、カレンダーワールドは4月で終わり。ツイッターさん、以前はカレンダーワールドって MVNO 会社で月 1GB 年払い2900円ってのがあって、ゼロSIM終了時はそこに移転するつもりだったんだけど、SIM の仕入れ元のキャリアから SIM の出荷を断られたらしく、プランがなくなってしまっていた。いくら自由競争でも安すぎるとアウトみたいなのがあるのだろうか。ツイッター4、カレンダーワールドのプリペイドSIM、期限来月までだと思ってたら今月までだったらしく切れちゃった。卒業までどうしよう。ツイッター5、本日のタスク、 YouTube 毎日投稿継続214日目。今日は運転免許証の更新に行って時間が取られましたので、明日アップ予定の動画がまだ録音完了までしかできてません。今からテロップ作成です。今回のお題はカレンダーワールドというレンタルSIM会社です。頑張ろう。現場からは以上です。最後のツイートは自分の2020年9月28日のツイートでしたね。検索したら、カレンダーワールドで検索したら普通に出てきました。続いて5チャンネルの僕も契約している1年無料の楽天モバイルスレッドから抜粋ドン。5チャンネル1、ポイント還元されない。1万5000だぞ。おかしいだろ。問い合わせしても定型文だし、どうなってんの ?5 チャンネルね。外で使うように契約&端末購入してみた。これで帰宅時に、いちいちスマホをアルコール消毒しなくて済むという狙い。5チャンネル3、神経質すぎ。悪いとは言わんが。5チャンネル4、外で触ったスマホを部屋で触っても何も起こらない。マスクさえしてればいいということ。5チャンネル5、すべてのものがペンキ塗りたてと思えとテレビで見かけた。ペンキ塗りたてのスマホに触ってその手で目を脱ぐ。目にペンキがつくイコール感染。ペンキのように1日経つとほぼ乾くイコールウイルス不活性化。現場からは以上です。なるほどね、ペンキですか。わかりやすい例えですね。続いて以前アップした YouTube 動画のコメント欄から抜粋。いつもたくさんの情報ありがとうございます。ドン。 YouTube1 位パンシューさんから、楽天恐るべし、公園の水と同じで飲み放題無料。 YouTube にとしかずさんから、 Y モバイルの新プランパッド1000、猫のおっさん声はやめてくれ。 Yahoo プレミアム450円を引いても今時高い。 YouTube さん、戦闘力マイナス53万さんから、通信業界はぼっちに厳しいでほんま。 YouTube4、 野田ゆさんから、よくなくなくない。 YouTube5、 ミミさんから、大した内容ではなかったので私も話のついでに Y モバイルの料金改定を書いたくらいですからね。オンライン専用ではないので窓口対応の需要はあると思いますが、プランの魅力、話題性は薄いかな。本家ソフトバンクオンラインもあっと驚くようなプラスアルファがないとパッとしないので、そっとしておきましょう。現場からは以上です。パッとしないというのも情報ですよね。そっとしておきましょう。ということで、最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。カレンダーワールド新プラン、思ったよりは良さそうですね。個人的には端末いらないし、クラウドSIMだし、縛り嫌なので選択肢には入りませんが、条件が合えば入る人もいるはずね。いるはず、選択肢にね。ということで、いつもご視聴、高評価、コメント、チャンネル登録、メンバーシップ登録もありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き情報をコンパクトに楽しくまとめて、皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ではでは、今日もいい日になりますように。ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。
くら寿司でネットでじゃんけんに勝つとお寿司2人前がもらえるキャンペーンやってるんですが、今日は外れました。潔く GoTo イートのポイントで食いに行きたいと思います。潔い。誰だの可能性がすごくまとわりついてくる。過去に戻っても同じ選択するのに。